自律神経の束がすごい走っていて、その自律神経層っていうんですけど、そこはすごい内臓に対して、副交感神経優位にしてくれるようにリラックスもできるようになりますので、ここは当たり方はしっかりと柔らかくしていきます。はい、ここで補足ポイント。その自律神経が何かというと、内臓の働きや代謝、体温をコントロールして24時間365日ずっと働いている神経のことです。胃で消化するぞとか心臓動かすぞとか思わなくても体はずっと動いてくれてますよね。これは体の生命を司る機能が自律して動いてくれている、そう、自律神経のおかげです。で、その中でも副交感神経というのが休息の神経と言われていて、リラックスモードにしてくれる神経です。今やってるお腹を押す施術というのは、この副交感神経にスイッチを入れる効果があります。疲れが取れないなとか、忙しくて体も心も緊張しっぱなしだなという人は、この副交感神経というのを意識してみてください。お腹真ん中のラインで、そこのところ、西郷さんの顎ぐらいのところから、ここはあの自律神経が束になって通ってますんで、あのそこを刺激してあげると、あの交感神経と副交感神経という神経が、あの入れ替わりや、あのスイッチしやすくなるんで、あのそこはちゃんとやってあげると、あの睡眠が浅いとかね、そういう人とかにも、あのいいので、あとちょっとそこを柔らかくしてあげると免疫力もアップしていくようなことが期待できます。またまた補足ポイントです。このお腹を押す部分は溝落ちからおへそを通って丹田あたりまで、もうちょっと下まで押せる人は行っちゃっても大丈夫ですけど、無理しないでくださいね。動画では立ったままやっていますが、寝た状況でやってもらっても OK です。副交感神経が優位になるので、寝る前に布団の中でやっていただくのもとてもグッドかと思います。注意としては、おへその部分、ここも一応ツボなんですが、あの筋肉が少なくて腹膜にこう刺激がダイレクトに来るので、加減には注意してみてください。あと、お腹が硬くてなかなか押せないなという人は、ポイントとして、膝を立てて息を吐くときに押す。ふーって吐くときに、ふーってぐーって押してもらうと意外とゆっくり入るので、無理せずゆっくり押してみてください。何事も無理せずゆっくりがポイントです。ちょっとだけ話変わりますが、お腹を押すっていうのは意外と便秘さん悩んでる人多いと思うんですけど、おすすめです。個人的に私も大変悩んでるんですけど、あの大腸を意識しながら時計回りにお腹を押したり、指3本分下と指3本分横に大腸っていうお腹のツボがあるんですけど、水分をむくみに効いたり、お腹の働きを本来の働きに戻したりっていうツボがあるんですね。で、ここも結構おすすめです。副交感神経の働きが気になる人や、お腹の働き気になる人は、ぜひぜひお腹を押すの自分でやってみてください。骨盤先生の体認定、前方のお知らせです。